こんにちは、おはようございます、こんばんは、たとこまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日の話は8月に日本で行われるめちゃくちゃ熱い大会、東京プロの話をします。で、最初に皆さんに聞きたいんですが、この東京プロのチケットっていつ発売されるんでしょうか？1ヶ月後とかなのかなって思ったりはするんだけどさ、毎日見てるけどまだ発売されてないんですよね。で、絶対行きたいんですよ。絶対行きたい。もう死んでも行きたい。何があっても行きたい。で、もし行くんであれば一番ね、いい席をもちろん今回は買いたいんです。前回大会見に行った時は A 席かな、2番目の席買ったんですよ。で、今回はもう絶対ね、真ん前に座って動画絶対撮ってね、それを皆さんにまた共有していきたいと思ってるんですけど、なので知ってる方いたらぜひ教えてください。で、この東京プロ、もう皆さんご存知だとは思いますが、メンズフィジークのみ行われる大会になってます。そして8月に行われる大会なので、もちろん今年の2021年ミスターオリンピアの出場権をかけた大会です。だから IFBB プロ日本人メンズフィジーク選手初のね、オリンピア選手が決まるぞみたいな歌い文句で今この大会行われるんだけど、そもそもこの東京プロって日本人しか出れないのかどうなのか、まずそれが知りたい。多分そんなことはないと思うんですよ。過去は知らないけど、ここ最近の IFBB プロの大会で開催国の選手しか出れませんみたいな大会ってあんま聞いたことがない。まあコロナがあるから、まあ韓国の選手しか出ない韓国の大会があったりとか、そういうのはあるけど、まあ、そういった状況じゃない限りは韓国とか中国とか、特に近隣のメンズフィジークの選手はこっち来たりする可能性は大いにあると思うんですが、まあ今日は日本人のね、話をしていきましょうよということで。で、前提として日本人のマッチョってほぼね、アップデートしないんですよ。全然見せてくれないんです。まあ一部カネキンさんとかジンさんは YouTube やられてるからそこで見れるけど、基本ね、Instagram とかに出てこないんですよ。海外の選手ってそう思ったらみんなバンバン脱いでくなって。本当にヌード大好きだなって思うんですが、ほとんど日本人のヌードは見れないんですね。なので、まあそういうアップデートできそうな人っていうのも今回選んでます。で、まずはカネキンさんですね。カネキンさんはプロデビューです。っていうか、まあほとんどの選手がプロデビューなんだけど、カネキンさんは個人的にバランスがすごく綺麗だと思うから、まあそこでね、今後サイズがもっとついていけばオリンピアでも戦っていける選手の一人なんじゃないかなって思ってます。タイプ的にはカルロス・デオリベイラとかそっちかなって思うんですけど、肩幅もあってウエストが細くて腹筋もしっかり立体感があって、で肩の丸みもあるし、で胸の形も綺麗だし、本当に筋肉が綺麗なんですよね。で、バックポーズとっても背中の立体感から広さも綺麗だし、ポージングもうまい。なんかオールラウンダーって感じ。テニスで例えるとロジャー・フェデラーみたいな感じですね。なので、まあ、東京プロだけを見ていけばカネキンさんも十分優勝できる可能性はあるんですが、オリンピアって、ね、まだトップ10に入るとか、それにはまだサイズが足らなすぎるとは思うけど、でも東京プロで勝てる可能性は十分あると思います。ただあとは他の選手と比べて、まあ、その日のコンディションはもちろんそう、まあ、それはもうステージ立った当日しか分かりません。それで外したら全部終わっちゃうしね。あとは見た目の部分で筋肉量、サイズっていうところがメンズフィジークも少なからず求められるところだとは思うので、まあ、その辺でサイズ負けするかどうかしないかどうかだったりとか、あとはジャッジの好みに入るかどうかだったりとか、そういったところなのかなって思うんですが、まずカネキンさん一人目で、ね、楽しみな選手です。ぜひ皆さん今日コメント欄で誰が楽しみか書いてほしいんですけど、できれば一人で書いてほしいです。ハトクマは5人喋りますが、皆さんは1人だけです。で、次が佐藤翔吾さんで、この方もプロデビューですね。で、佐藤翔吾さんに関してもまあそんなにサイズが際立って目立つタイプではないので、まあ、バランスタイプの選手かなと思うんですけど、やっぱり歴が長いじゃないですか。 JBBF の時からずっと王座に君臨していた選手っていうのは、やっぱ貫禄もあるし完成度も高い。で、肩も丸っこくてさ、胸のボリュームもあって腹筋もしっかりとしている。で、コンディションもやっぱりもうここで外すとかって多分あんまりもうこのぐらいやってるとないんじゃないかなってぐらい毎回完璧に決めてこられるんで、佐藤翔吾さんもかなりね、優勝は期待してます。で、この2人かな、個人的に優勝する可能性高いのかなって思ってるのはカネキンさんか佐藤翔吾さん、この辺個人的には張ってます。あとはもう佐藤翔吾さんを見ていて個人的に思うのは、肩幅がもうちょっとこう広いとより逆三角形っていうのは目立って、この肩の丸みだったり胸のボリュームだったり腹筋の形だったりっていうのもよりこう
いい方向に目立っていくのかなとは思うんですが、次がジンさんですね。ジンさんはテニスで例えるとアンディ・ロディックみたいな感じ、コンディションにたまにちょっとムラがあったりする選手ですが、プロ取った時の体で出てくればかなり可能性はあると思います。でジンさんに関しては今回出る日本人のメンズフィジークの中では多分一番でかいと思います。肩の丸みだったりとか腕の太さだったりとか胸のボリューム、特にジンさんは、胸トレでインクラインが大好きなのか、大胸筋上部のこのボリュームっていうのはすごいんですよね。この辺に関しては一番あると思う。ただプロポーションっていう意味ではカニキンさんとか佐藤翔吾さんとか、あとは湯浅さんとかの方がいいのかなとは思うので、まあ、筋量とコンディションこの辺でどこまで持っていけるかなのかなって感じですね。次が、直人竹本さんですね。直人竹本さんはですね、まあ、最近ポパイさんとかともトレーニングしてフィットネスラボでしたっけ、そっちで動画も上がってるんですが、竹本さんも筋肉量はかなりある方の選手だと思うんですが、肩からのさメリハリっていうのがあんまりなく見えるっていうのと、大胸筋上部のボリュームっていうのがあんまりなく見えるっていうところで、胸がちょっとペッタンって見えちゃうので、まあ、その辺だったりがどうなのかなっていうところと、竹本さんに関してはね、もうクラシックフィジークにすごく行ってほしいです。足トレも好きだからか、足もすごい太いし、全体的にでかいからクラシックフィジークに行ってほしい。個人的にはなんかローガン・フランクリンみたいな感じ。ローガン・フランクリンも大胸筋上部ってそんなにこうボリュームがあるわけではない選手なので、でクラシックいたじゃないですか、彼もでかくてね。だからローガン・フランクリンのね道をね竹本さんはねぜひ辿っていってほしいなっていうか、クラシックで見たい選手の一人ですね。金木さんとか佐藤翔吾さんって多分クラシック行ったら結果残しにくいと思うんですよ。メンズフィジークっていう感じだと思うんですね。それは海外で言えばレイモンド・エドモンズとかも多分クラシック行ったら多分成績出せないっていうところで、まあ、そんな感じなんですけど、竹本さんとか、あとまあ、ジンさん、クラシック行ってほしいなって。で、湯浅さん。湯浅さんもね、足がめちゃくちゃ太くて、この前、日本の大会のゲストポーズで、広川さんと一緒にクラシックフィジークのゲストポーズしてたんだけど、クラシックフィジークに湯浅さんも行ってほしい。ただ、湯浅さんに関しては、成績だけで言えば、ジャパンプロ2019年の大会で6位に入ってるので、そういう意味では、成績的には一番優勝候補なんだと思うんですが、湯浅さんもどうなんだろう、バランスタイプなのかな。下半身がすごくでかいから、サーフパンツがパツパツになれそうな気はするんだけど、ただまあ個人的には他にも選手いっぱいいますけどね、いっぱいいますけど、金銀さん、佐藤翔吾さん、この辺がね個人的に優勝するんじゃないかなって今予想している選手でございます。皆さんはどうですかね、他にもいますか、予想している人。ちなみに他にもね、広川さん上がってねえじゃねえかとか、長谷川さんはとか、市川さんはとか、エドワード加藤さんはとか、いろいろあると思うんですけど、ほとんどね体のアップデートがなかったんで、ごめんなさい今回上げてないです。でもちろんね他の選手もみんな楽しみなんですよ。で何が言いたいかっていうと、オールスターなわけです。オールスター、今話したメンツがステージに立つわけです。横に並ぶわけですよ。前も話したかもしれないけど、このアメリカで見たらさ、多分このメンツが並びますって言っても、え誰それって、それすごいの、え何よくわかんないって言われると思うんですけど、アメリカで言ったらブランドン・ヘンドリクソンとアンドレ・ファーガソンとジェレミー・ブエンディアとレイモンド・エドモンズが横に並ぶようなもんなんですよ。まあ、ちょっと違うかもしれないけど、日本の知名度で言ったらそういうことじゃないですから、本当に見に行きたい。めちゃくちゃ豪華な大会が8月の末に行われます。でこの中からねオリンピア選手が出るわけですよ。でオリンピア選手出てオリンピア出るわけですよ。めっちゃ楽しみですよね。ただまあね、正直ね、正直今の日本人のメンズフィジーク選手って、まあ、プロクオリファイからレベルはすごく高いんですけど、例えばこのリカルド・クロチ、これオリンピアの時の映像だけど、これで彼はビリなんです。オリンピアでビリなんですよ。ビリって言い方良くないかもしれないけど、順位つかずなんです。でキム・ミンス、韓国でおなじみキム・ミンスも16位なわけですよ。この体、筋肉量を持ってても16位なんです。ちなみに彼らは多分この体で東京プロ出てきたらぶっちぎりで優勝します。絶対優勝すると思うけど、これで順位つかずなんです。そう考えたらね、ブランドン・ヘンドリクソンってどうなんだろうっていうね、本当にブランドン・ヘンドリクソン半端ねえなって思うんですけど、思いません？だってこの体で16位、順位つかずなんです。でこれが1位って、ブランドどうなのって思うんだけどっていうことでですね、まあ、今回は東京プロのアップデートをさせていただきました。今日の動画で一番伝えたかったことは、東京プロのチケットいつ発売されるのっていうのと、ブランドン・ヘンドリクソンって生で見たら相当半端ねえんじゃねえかっていう話でございました。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ。